それでは前回中断したところから再開します。前回倒したボスからブラッドビームというスキルを得ました。強力な飛び道具なので役に立ちそう。まだ開けていないドアを開けなくちゃ。お、強い。この辺りはまだ調べていないから。行き止まり。これでドアが開くね。フードを拾った。こういう感じ。でもヘアピンの方が MP を回復してくれる。可愛さもこっちがいいね。スルーで行きまする。シリルはどんな目でダッシュしまくるイドニアを見てるかな。狭い足場は戦いづらい。落ちた。タイム。TP が回復しやすくなるみたい。 Q
着替えるとき、キャラをアップにしてほしいです。可愛い衣装を見たいので。上の部屋に行こう。儀式の時に見た敵だ。捕らえられているように見えるけど、これだ。攻撃スキルかな。連続攻撃するスキルみたい。次は下の部屋に行こう。やられちゃった。敵を減らしてほしいな。ダメ。うえい。装備効果が書かれてない。
おしゃれ用のアイテムかな。硬いお肉だ。また上に行かなくちゃ。ドアが開いたから近道できる。ボスが出そうな感じ。騎士団のメンバーはやはり侵食にやられてしまっていたんですね。ブラッドサースティーを押し間違いで結構消費してしまったので、一リタイ。出るかな。難しい。
HP がなくなっちゃった。やられてもいいやって気持ちでリラックス。いけそうだよ。これは誰なの？イドニアによく似ている。ここは通れないみたい。彼らは皆侵食され、心のない歩く死体になってしまったんですね。でもこれで腐った背骨に対抗できます。森に行けますね。団長、状況は予想以上に悪く、侵食の規模は想像以上に大きいかもしれません。私たちだけで森へ行くしかないようですね。妹は、いえ、彼女は誰よりも経験で、このようなことでは負けません。行きましょう。フェニックスの騎士たちに安らかな眠りを。自分が見えるところで着替えないと。こんな感じ。ここはもっと後で来るのかな。ここで一旦休憩します。